はい、小笠原の三連トンネルスタート。もう僕はフル装備ですけどね。これがきついんだよな。登るのが帰り登んなきゃいけないんだよ、ここ。大丈夫。これ登んなきゃいけないんだよ。結構これがクタクタなんだよね。うん、池としかね、池もやばいんでね、池も出るって噂だよね。うん、帰るってね。うん、池も出るって噂だよね。いや、足負傷してたよ、さっき。痛かったな、ぶっ切れちゃったよ、最後の最後で。あ、どうもありがとうございます。これで、これ、これきついもん。これが何の音してる？これがやばいんで疲れるんだよ。行きは楽なんだけど帰りが楽。車止まってましたね。止まってた？はい、本当？ああ。いや前はだから行けたの下に、はい、で工事が進んじゃってできなかったもんね。うん。塞がれちゃったの。バックルでジムに行けるとこまで入ってたんで。あ、本当？出るのかな。あ、どっかあんのかね。ハイエースもか。うんうん。リオさん、池も出るのか。そうそうそう、出るのよ。池も出るんだよ。今、オールって言ったんですよ。ん？何？言われたらオールって。いるんじゃない？誰か。おーい、いた。ライジンさん、アズマヤで昇進自殺。アズマヤで昇進自殺。アズマヤって何、どこだ。ディズニーファンタスティックさん、弓道で詰め険しい道のり。すごいよこれ、怖い、怖いもんこれ。もう疲れるよねここはね。下りはいいんだけど、ずっとの上りがあるとね、帰りやばいんだよ。だって足場悪いもん、これ。どう見たって、これ、マイルが悪いよ、これ。これマイルが悪くない？悪いよね、これ足場。マイルが悪いよ。もはや勘違いだと思うけど、もう顔にこ見えた。うん、マジ。いや、マイルが悪くなってるよ、これ。チューボさん、え？ドリフトだよね。こう危ないから気をつけて。これだよ、これ。うん、三連トンネルね、行っちゃってます。やっぱ電池変えると違うね、生き返るね。これで多分2時間持つからな、もう大丈夫。あ、電、なんかやばいかな、電波悪いな、ここね。薄い、一瞬薄いな。ドレスしてるんで、ドレス裏から出てるんでしょ、確かね。向こうが出てるんでね。すげえ音がする。ジーとか言って。穴開いてるよ。はい、ここ、ここ行け。そこにいるって言うよね。ここに。あ、行って行って。ドレスしてるよ。86か三橋の方。あ、もう電波薄いな、この辺り。釣橋の手前が下に向かうんですんで。マジ？この辺出るってわかんないけど、電波がないな、もう。山登ったりするんでしたっけ？ん？山登らないよ。あそこ渡ったらすぐじゃん。もう三連トンネルは。この辺にいるんでしょ？ただ電波がないんだよ、もうね。向こうの電波にはね。電柱は下じゃん。そこで見えるじゃん。そこの下で。ね、うん、そうだよね。今電気ついてないですね。今ついてないよね。でも昔の建物。ここはおばあちゃんの霊が出るんでしょ？ここは。ここはわかんないですね。わかんない。なんか。辻橋がなんかおじいちゃんだから。おじいちゃんだっけ？おばあちゃんだっけ？なんか言ってたよね。いや、俺足ぶけてとか言いたいんだけど。
これ定員、あ、18名、大丈夫ですね。18名、大丈夫だね。これがやばいの？ん？3年トンネルだよ。トンネル向こう側だよ。ここも出るってことだ。電波が薄い、非常に薄い。あ、これやばそうだね。嘘？てか結構やばいよこれ。ちょっとこれ一回、やばくない？あ、大丈夫。水の上に浮いてるんで、これ。あ、これ開いてるよ。大丈夫です。何言ってんだ。大丈夫。開いてるよ。直せよ。から落ちたで。美味しくねえ、バカ。つけよ、これ。わ、揺れてる。めっちゃ揺れてない？ディスニーファンタスティックさん、アットペテイアン0529お疲れ様です。おやすみなさい。ベタ君、アットヒロ隊長水士さん、アットバイエイウダおやすみなさい。ライジンさん、アットペテイアン0529おやすみなさいから。あれでベタ君、アットヒロ隊長水士さん、アットスーカール0117おやすみなさい。ベタ君、アットヒロ隊長水士さん、アット VNAX9232 おやすみなさい。サーチャンさん、電波アット。ディスニーファンタスティックさん、ね、車の音だ www、ワンコ米印さん、トイレに揺れてんだよね。福蔵さん、そんなの対応してますね。何コメントとか見えてないし。うん、更新押さないとダメかも、うん、すげえ揺れるね。あ、もう更新してもダメだね。薄いね、かなりね。ライジンさん、すごい吊り橋見えてる。見えてるでしょ。カモいっぱい飛んできましたね、なんか。ん？もういっぱい飛んでますよ。やばい。飛んできた。コウモリ。コウモリ？いや、コウモリじゃないですね、これ。カモじゃないの？あ、寝てたんですね。起こしちゃってごめんなさいね、起こしちゃって。いっぱい飛んでる。福吉シーさん、公園あるの？公園ある。すげえ揺れる。揺らすなよ。皆さん、恐怖症ね。公衆恐怖症なんだから。すげえ揺れてんだけど。すり橋ダメなの？全然ダメだもんね。全然ダメだ。揺らしたね、それは。まあ皆さん座ってよ。一休み。一休みしようよ。これ寝るらしいよ。寒いね。寒いです。ちょっとこの辺壁欲しいですね。ね、寒いよね。揺れるよね。結構ね。すごいゆっくり揺れるよ。すり橋はすごい揺れるよね。なんか吊り橋嫌だね。もう電池なくなって見えるでしょ。嘘だと。さあジャンさん、なんか泣いてる。超泣いてる。カモカモ。ディスニーファンタスティックさん、水上には寄ってきますね。気をつけてくださいね。ボヨン切りたいんだけど、切れなかった。ライジンさん、アットバイエルーナ公園です。リオさん、揺らしてる W。揺らされたよ。ちょっとボヨン切るね。揺らされてますよ。で電波また上がらないんだな。結構薄いな。こんな感じ。それ橋誰かいねいない。皆さん、釣り橋あるよ。上行ってくるわ。いやなんでしょう。怖いさ。怖いでしょ。ないよ。すげえ揺れるの。揺れてるもんね。揺れてるよね、俺ね。揺れてるね。水の上なんで。ねえ。え、これ水の上に乗っかってるだけなの？浮いてるの？浮いてます。ただ浮いてるだけなの、これ。浮いてます。深いの、ここ。あ、どうなんですかね。だから、夏場とか水が少なくなると、これもかなり下下がるんで。ああ。浮いてんだ。つか、めっちゃ揺れてるわ。すげえ揺れてない？浮きっていうのはある程度してあるでしょ。じゃあこれかなり船酔いするよこれ。どういうふうにして浮き使ってんのかな。浮き使ってんでしょ、でもね。じゃあある程度下ね、一回入れたいんで押さえてないと流れちゃうもんね。うん、うん、船酔いです。じゃあ皆さんポイントは3連トンネルですからね。揺れてるね。ゼットさん高いとこ、これで空港の高いとこダメですね。ダメ。なんか立ってるって。秩父の吊り橋行きましょう。吊り橋だからダメだったじゃん。秩父あれ渡れなかったね。すごい揺れてんだよ。足痛い。じゃあ次はそう三連トンネル。ここがちょっと怖いね。開いてんだよこれ。開いてる。大丈夫？びっくりした。音がすげえ。早く行っちゃおう。切っちゃおうとか言った。出てるよ、これ。出てるよ。もうダメでしょ、これ、多分。足痛え。浮き橋って書いてあるね、浮き橋ね。8人、5人、5人って書いてあるよ。
ギリギリ制。いや、ギリギリじゃないじゃん。あ、オーバーですよ、だって。さっきのとこ5人以上いるじゃん、って。あの、2個目の橋、あの、あるじゃん、浮き橋のとこは5人なんで。今、8、7人いるじゃん。あ、落ちちゃったね。落ちちゃった。モグラこれ。霜かな。落ちちゃった。いないよ。いや、電波悪いね。ここ？ここまで来てんの？だって三連通りで車に入ってる人いるよね。あった、大変なことあったよ。ここがほら、あの便所。ここ便所だよ、ほら。あそこの便所、ほら、うん。あれがだから、あの、何、下行き現場だね。結構降りますね。まあ、ここまで、そこまで来れたんだけどね。そう、前来れたんだけど、うん、あれが下行き現場ですね。うん。画面触られてる気がする。だからいるよ、多分。あれがだから恐怖の現場のね、これからこう三連トンネルですけど、皆さん本当にもう申し訳ないけど、三連トンネルは本当、多分1個目のトンネルが見えるぐらいしかダメ、多分電波ないんで、中入ったらもう絶対落ちます、ね。ただツイキャスは試してないから分かんないんだけどね、ニコ生の時はダメだったね。レッスン試した2番目、ツイキャスで試した2番目の間でやっとこだったんで、ダメだった、ダメだった。1個目映んない、ダメだった？前映ったんだけど、まだでもここあるよ。ねえ。うーって。頭痛い。さっきから頭痛い。いやーもうなんか俺2個目やなんだ、行きたくねえんだよな。2個目いた、うん？コウモいないよ。いた？たまたまじゃないかな。うん。いる？何？何もね。キーンとか言ってるよ、なんか。何？あれ、お寺？神社？うん。さあ、皆さん、恐怖の現場のエリアなんですけど、もう、バーね、ダメだね。電波がダメだ。多分、電波がダメ。もう、曲がるとすぐなんだよね。もう薄いね。ちょっと iPhone やめてあれだな。Xperia でやってみようかな。これちょっと Xperia で行くかもしんないね。あ、もうないよ。ある？ある？来たじゃん、ある？嘘、じゃあ来たじゃん、やってくれよ、早く。やれると放送で。俺のもうダメっぽいから。もうバッテリーもないし。じゃあ、北さんやるみたいなんで、皆さん、北畑くんとこ行ってください。あ、デスさんもやるんじゃないですか。あ、電波ないやか。あ、切れた。嘘。さっき入れたばっかで。あ、落ちた。いってて。ここで復活するんだよね、電波ね。うん、なんかここで復活する。終わった？いや、フレームレート6あるね、まだ。あ、三連トンネルの入り口見えましたよ、ほら。皆さん。ほら、あるでしょ、うん、恐怖の現場の三連トンネル。入り口です、これ。見れたでしょ、ほら。はい、皆さん。あー、もう肩痛い。これ。これ。電波ありますね。入り口で。見えました。うわ、もう肩痛いよ。これ2個目がやばいんだよね、恐怖の現場のね、稲川さんが言ってる。場所なんだけど。はあ、トンネルだ。トンネル、これ長いんだよ、これ手掘りで。こっからも電波、これがギリチョンだね、もう本当に。うん。マジ？うーとか？あとか？もうかなりきついね。久々だけどね。恐怖の現場。
行ける？あ、なんとか。なんとか。なんとかギリションなんだね、ここは。ここまでギリションでしょ。あ、圏外になってるわ。残念だよ。あ、エルティ来た。エルティ、ゼロ本。いや、全部ないでしょ。エルティ、来たことやってます。来たと始めた。来たと始めました。来たと、すげえ強いんだ。どこも俺が強いじゃん、これ。でも俺が見えねえってことか。でも3人しか来ないけど。北畑くんの放送ちょっと見てくださいね、皆さん。北畑くん。ちょっと薄いです。あ、映ってるよ、北さん。いいですか。うん、ほらほら映ってる。でもなんか変ですね。うん、3人で俺そのうちの1人俺だから。ああ2人です。おい、これ棒読みってどうやんでしたっけ。棒読み、棒読みソフト入れてない。なんで入れてないよ。こっち誰も出るから。はい、とかね。あ、増えてきましたね、北さんの放送。7人痛えな、ここは。多分傷になってる。足見るもん。ここさっき受けられてる。大丈夫ですか。モルだってもうポンと受けてる。行っちゃったもん、お前。はつみさん、もうフレームレート出てもらうときついんだよね。どうした。